ただいまから原子力、避難計画の実効性を問うということで、後半とも、省庁の方々とも意見交換を開始したいと思います。本日は内閣府原子力防災、そして原子力規制庁から担当の皆さんがお見えです。本日はお忙しい中、ありがとうございます。私は本日の司会進行を務めております FOE ジャパンの三田と申します。今回たくさんの、各地の、原発の避難計画の実効性についてですね、取り組んでいる各地の市民団体が、Zoom および会場から参加しております。皆さんご発言の時に一言、自己紹介をするようにしてください。女川原発、柏崎刈羽原発、福井の、原発、あと佐賀県の、玄海原発、鹿児島県の仙台原発、など、各地の原発の、方々周辺の方々が参加しています。ということで、まずですね、一言ずつお名前とご所属を省庁の方にお願いいたします。内閣府原子力防災担当の真木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。同じく内閣府原子力防災の鳥居でございます。よろしくお願いいたします。同じく内閣府原子力防災の秦野と言います。よろしくお願いします。原子力規制庁放射線防護企画課の川辺でございます。どうぞよろしくお願いいたします。同じく原子力規制庁放射線防護企画課の山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。同じく原子力規制庁放射線防護企画課の苫部智と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは早速なんですが、事前に質問書を提出させていただいておりますので、それに沿った形で質疑を行いたいと思います。じゃあ進行を坂上さんお願いします。そうしましたら、時間もありませんので、まず、原子力規制を関する市民の会の坂上であります。よろしくお願いします。まず、1番と2番、について、先にご回答の方をお願いしたいと思います。ではまず1番の感染症対策に配慮した、避難所の運営についてこちらからお願いいたします。はい、ご回答いたします。内閣原子力防災の秦野でございます。感染症対策に配慮した、避難所の運営ということで、各地の避難所の拡充の状況についてということでございます。ですね、こちらにつきましてですけれども、もともとですね、避難所の数はですね、UPZ を県内の人口全員に対してかなり余裕を持たした、2倍近いようなですね、数というのを確保してございます。なので、コロナで、なんていうんでしょう、従来の2倍以上程度が必要であっても、それで対応できるということでございます。またですね、もともと考えてました避難先施設が被災することも想定しまして、他県との、応援協定と締結するなどによって、地域全体で、他県から他県にも応援してもらった形も含めて、地域全体で余裕を持った数をそもそも確保しているということでございます。それでもですね、なお、避難先が不足する場合におきましては、例えばホテルや旅館等を活用するとかですね、ともにですね、また、当初想定していた避難所が満床になったということも、なったとしても、避難対象となっていない地域の避難先を活用するとかですね、そういったことも含めて、きちんと避難先が確保できるということを、自治体で確認をしていくということでございます。それから、以上が1ポツでございます。続きまして2番でございますけれども、両配慮者の避難というところでございます。で、まずですね、福祉車両や救急車両の台数が絶対的に不足しているが、同様な状況の地域は他にもあるのではないかということでございますけれども、少なくともこれまで緊急事態を取りまとめました各地域におきましては、福祉車両を含めまして避難車両をきちんと確保できているということを、これは確認をしているところでございます。また国としてどのように対処というところでございますけれども、避難車両の確保にあたってはバス協会等との調整や避難車両の法律用に資するシステムの開発など、国も自治体と一体となって取り組んでいるところでございます。で、この東海ご指摘の東海第二地域も含む
まあ、現在の検討が進められている地域においても、まあ、避難者がきちんと確保できるんですね、まあ、引き続き自治体と連携して取り組んでいきたいと思っております。それから過去2番でございます。人工空気モニター輸血器具等の確保も含め鹿の場というところでございますけれども、まあ、こうした、まあ、ものがですね必要な方につきましては、そもそもですね避難実施により健康リスクが高まるものということで整理をしてございます。ですので、まあ、避難行動すること自体にリスクがありますので、救急車の代わりにストレッチャー用福祉車用でこう搬送するということにしてございません。で、まあ、こうした健康リスクが高まる車につきましては避難指示が出た場合には放射線防護対策施設等で行い待機をしていただきます。まあ、そのうちですね、まあ、医療館等とも含めた関係機関と協議を行って安全に避難が実施できる段階、その段階で、まあ、避難を行うということに整理してございます。それから、続きまして括弧3でございますけれども、この、支援できる体制を調整中という文言の部分でございます。で、まあ、緊急事態の記載の要件はですね、医療配慮者の一時移転等に協力してくれる支援者について、まあ、現在支援者がいない場合であっても、まあ、消防団や自治防災組織等の避難支援等関係者と情報共有をして、まあ、避難支援等関係者による協力を得られる体制が、まあ、これきちんと整っているということを、まあ、まさに確認をしましたという趣旨で、まあ、記載しているでございます。ちょっと日本語の書き方が難しいところでございますけれども、まあ、きちんとそういう体制が整っているということでございます。以上でございます。はい、そしたらちょっとここまでのところで、再質問させていただきます。まず1番の感染症対策に配慮した避難所の運営等について、余裕を持って避難所は2倍程度もすでに確保されているので、不足する地域はないという、地区はないという回答でよろしかったでしょうか。緊急事態をまとめている地域がそうですね。はい、緊急事態をまとめていない地域については、どうでしょうか。それはこれから、きちんと確認をしていくと、まさにそれをやっている最中でございます。そうすると例えば福井県の地域ではもうすでに、余裕を持った対応されているということで、特に不足はないというふうに、なるんでしょうか。そのようなことでございます。そうしましたら、じゃあ福井関西の関係の方でご発言をぜひお願いいたします。はい、私避難計画案ずる関西連絡会の増田と申します。この、まあ、コロナ禍で の避難所の確保について各避難先の自治体にアンケートとか取ったり、あるいは申し入れとかしている経験から言いまして、今2倍以上ちゃんとあるので確保できているという趣旨の発言だったと思うんですけども、例えばその福井なんかでは事故が起こった後に調整しますとかいうような回答をしてて、今の時点でどうなんだろうということについてはちゃんと回答がもらえないような状況なんですけども、内閣府としてはそれぞれ その府県でどこはどこに避難先を確保しているということちゃんと確認してるんですか。今入ってなかったですか。すいません。福井県は事故が起こった後にその場になって調整しますと、どこに行くかとかを調整しますという説明をしてまして、今どうなんだと、事故が起こる前にちゃんと確保してなければそんなのは間に合わないんじゃないいうことを指摘したのに対して、まあ、同じような回答を繰り返しているということで、私どもとしては確保されてないと。でそんなが事故が起こった後に調整すると言われても実際のところは間に合わないとか、いやほんまにそれ足りてるのかなと今の説明聞きながら思ったんですけども、内閣府としてはどこまで確認してるんですか。数があるはずだとかいうのではダメだと思いますけど。以上です。回答させていただきます。その福井県さんのおっしゃっているご趣旨というのはおそらくですけれども、避難する場所の、候補のリストとか、その避難者の総数
まあ、避難者に対しての受け入れ人数の、まあ、総数、こういったものは確認をしているというところだとございます。ただ、実際に発災した際に、それは自然災害の状況ですとか、あるいは、まあ、そういった状況、避難する人数とかによってですね、まあ、どこに避難するのが一番ふさわしいかというのは、これは、まあ、状況が種々異なってくることだと思います。なので、まあ、総数としては確保しているんだけれども、実際にどこに避難するかということは、まあ、実際に起きたときにきちんと決めますということだと思っています。国としてもきちんとみんなが避難できる数あるんだよねという数の部分についてきちんと確認しているというところでございます。すみません。串崎刈羽地域から参っております。小木曽と申します。感染症に関連しまして、これまで2平米だった1人当たりの避難場所を4平米にするということは、内閣府ではそういうことで確認しているのでしょうか。お答え申し上げます。純粋にその、避難あたりスペースというのが倍になるということでございまして、まあ、それに基づいて、なんて言いますか、当然ですけれども、まあ、避難所の数っていうのが、まあ、従来よりも必要になってくるということで、まあ、そのあたりについてはきちんと確認をしているというところでございます。内閣府としては4平米ということで確認をしているということでよろしいのですか。4平米というか、まあそうですね、きちんと2倍になるということで、まあ、であるならばそれだけ言わなきゃいけないということで、まあ、確認をしているということでございます。じゃあ関西の方からお願いします。はい、大阪の島です。今2度予約をしているので不足はないということですけれども、まずこの避難所の数について、避難先は非常にこれ多岐にわたっております。福井県の避難先は広域避難の場合でいうと、まあ、兵庫県も含めて多岐ですけども、これら避難先の自治体に4平米で全て受け入れられる避難所が整っているか、これを確認されてますか。なんて言いますか、その避難所 の, レイアウト、そのものということでしょうか。いや、レイアウトじゃなくて、避難先の自治体に4平米で予想される受け入れ人数が不足がないということを確認されてますか。なんて言いますか、もともと避難先とその避難人数という、そのここの地域の方、例えば100人いるとして、その人が100人、この施設に入りますということを、まあ、一体自体を指しているわけではなくて、その100人について、100人避難するのであれば、100人が入るだけのスペースを実際に調整をして確保すると、そのための調整のもとになる避難先のリストというのを持っています。なので、実際、なんて言いますか、コロナ対応を踏まえた、まあ、十分なスペースで避難できるだけの数っていうのを実際に調整をして確保するという流れになると思います。その避難所のマッチングは、それはもう私たちもみんなホームページでも公表されてますので分かっています。で、言いましたように、私たちが避難先の自治体にアンケートをしました。コロナ禍では、2平米が4平米になると、これで避難所は足りてますというアンケートに対して、足りませんというのが約4割近くの自治体からの回答が得られています。ですから内閣府としては、実際の避難先自治体に対して具体的な問い合わせはしていないということですので、不足しているところはないというような、そういう一般的なご回答は取り下げてください。個々の自治体で足りているかどうかではなくて、避難する人が全体としてどこかに必ず受け入れられなきゃいけない、その分の全体としての総数を確認してますので、避難しなきゃいけない人がどこにも逃げれませんということは生じない、こういうことはしっかり確認しているところでございます。避難先自治体はからスペースが約倍になるということになると、避難所は足らないと、こう答えること
訴えているんですよ。そういうことは確認されてますか？ですから足りない場合はですね、別の場所に避難をしていただくということになります。いや、まだ確認されてますか？なのでそこの部分についてきちんと何ていうか全体として数が足りているということを確認しているところです。全然確認になってないじゃないですか。自治体の回答とは違うんですよ。それは認めてください。4平米で全て OK だということは確認できてないじゃないですか。ですので、もともとそこの何ていうか避難先の収容人数が、例えば100人だったとして、そこに、じゃあコロナ対応ですということがあって、そこに100人入れますかと言われたら、それ入れないところも当然出てくると思います。で、その要はですね、足りない分についてはですね、きちんと調整をして他の避難先に行っていただくということですので、そこはきちんと調整をしますし、その分の余裕があるということは確認をしているということでございます。いや、その調整はいつ誰がやるんですかね。つまり A 市という市で、2平米が4平米になって収容人数が足らなくなったら、お隣の市でも同じことが起きてるわけですよね。で、先ほど、複合災害などの可能性も鑑みて、もともとその多めに、確保してんだ的なご回答があったと思いますが、その複合災害とかの事情もあり、かつ今その感染症対策もしなくちゃいけない2平米から4平米問題が出てきているので、なんかそれを全部ごっちゃにして、いや、もう確保しているから大丈夫ということにはならないと思うんですが、その点に関しては、何と言いますか、相当余裕を持たせてやっているので十分ですという回答になるかと思います。そもそもですね、UPZ の人口全体が避難をするということは、これは想定しづらいところでございますけれども、あえてですね、そこを仮定して、UPZ 人口全員が避難できるように、それはもうその分まで十分確保しましょうということで確保しています。しかもそれも UPZ 人口に対して、1対1で確保ということではなくて、そもそも、それに対して十分余裕がある数を確認しているということでございます。なので、その時点で余裕があると。さらにですね、他県への避難とかも含めて、かなり、あるいはその民間のホテル、旅館等も含めた部分も含めてかなりですね、余裕を持って数を確認してございますので、そういう意味では相当数余裕があるということでございます。いやいや、自治体は非常にこうある意味緻密に例えば水戸市からその千葉県統括の市町というので、その市町にアンケートしてどの程度収容人数があるかって自治体ごとに協定を結んでるわけですよね。結ぼうとしているわけですよね。それぐらいこう具体的に緻密にやろうとしている中、いやいや、全体として確保できてるんだから大丈夫だって、全体としてその余裕を持って確保したのには理由があって、複合災害とかそこがダメだった時の対応とか、そういうことを考えて余裕を持たせてるってことじゃないですか。で、それを感染症対策にまでも流用しちゃったら、なんていうか、おかしなことになる。両方一緒に起こるわけですので、それは全然違うんじゃないですか。すいません、ちょっと私よりも地元の方の方がいいと思うんですが、東海大二とか千葉の方でご発言していただけますか。はい、ちょっと今のは東海大の問題でいうとね、県でいうと今言われたように協定を結んだところで、人数が何人、水戸市から例えば千葉県の東海地域に何人受け入れてほしいと、じゃあここの避難所で受け入れますと、で、最初は1人2平米でやってくださいって話だったんですけども、これは感染症対策じゃあ倍にしなきゃいけない、じゃあ半分しか受けられません、じゃあ全体ちょっと見直しが必要ですっていうのが
状態で、その件は質問書にも書いてあるんですけども、当然そこまでやらないと、いや全体的に足りてるからって言われても、その自治体が把握しなければ、なんていうか、その時になって、で避難する人もどこに行けばいいかわからないじゃないですか。そんな計画としては成立してないじゃないですか。あとあれですよ、だって受け入れ側の自治体だって被災するかもしれないわけですよね、復興災害だったら。そしたらその自治体の中で その避難所の計画だったらあるわけじゃないですか。そういうことを考えて自治体の皆さんはこういろいろアレンジをしようとされている中、いやいや全体として確保しているから大丈夫だっていう、そういう理屈は通用しないと思うんですけどね。なので、だからその自治体が被災する場合も含めた、まあ、ことというのはそれは分かるんですけれども、おっしゃっているのはおそらくですね、そもそも基本となる避難先について、基本となる避難先について、あらかじめその、都会の地域であれば、まあ、自治体同士での協定を結んでやっていきましょうということになっていると思うんですけれども、で、まあ、それが、まあ、仮に使えなかった場合というところが、まあ、今回の、まあ、コロナの場合でも、何と言いますか、なんていうんでしょうね、その、他の地域に、他の、なんていうか、あれ全体的に、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、基本的に、ですね、私どもとして回答できるのは、全体としてかなり余裕を見ていて、まあ、いろんなことが起きた場合においても、まあ、きちんと対応できるだけの数は用意をしているというところでございまして、実際の場面でどういったことが起きるかっていうのは、それは発災をしてみないと分かりません。いろんな事情があると思います。なので、まあ、そのためにきちんとですね、実際の場面で調整をするということにしています。それは市町村さんも調整をしますし、難しければ県が調整しますし、最後は国が調整をするということになるかと思います。で、避難者に対してはですね、まあ、基本的にその一時集合場所みたいなところとか、あるいはそこから避難の中継所みたいなところに行っていただいて、その避難の中継所みたいなところできちんと自分の避難先はどこなんだっていうところはきちんとお伝えをした上で、まあ、バスなんか、まあ、司会者なんか分かりませんけれども、避難できるということになってますので、調整をしたけど結果は伝わらないとかですね、そもそも調整が効かないということにはならないと思っています。そうならないようにきちんと普段から数の確保をした上で、また調整ができるようにきちんと訓練なども含めてやっているということでございます。はい。いいですか。女川原発の避難計画を考える会の日野と申します。発災してからの対応というふうな形で今お発言されましたけれども、避難計画っていうのはもともとこういった事態が発生したらこうしますよっていうふうな形の対策としてあるんじゃないですか。発災してからっていうのはちょっと納得できません。それからもう一つ、他県への応援っていうことで、もう十分でなければ他県の応援もいただくっていうふうな発言がありましたけれども、私たちのところの UPZ の町で美郷町っていうのがあるんですけれども、で緊急時対応の中で美郷町は113人、まあ、ちっちゃい地域だけなんですね、UPZ の30キロ圏内にかかるのは。でここは、避難所を県内、まあ、宮城県は31市町村に、避難所を確保するということにしてますけれども、美郷町は独自に山形県の最上町と避難提携を結んでるそうなんですよ。でそれに対してその宮城県は県内にやってるんだからそういうふうなことをやるなっていうふうな抑圧を入れてるっていうふうに聞いたんですね。そういうのを把握してますか。だからそういうことが実際やられるとすれば、今おっしゃった他県での応援っていうのは不可能じゃないですか。その辺どうですか。お回答申し上げますけれど、まずそのきちんと決められているのが避難計画だということで、まあ、それは基本となる部分については基本的にそこは決まってます。そこは決まってますけれども、万が一のことをですね、いろんな事情が発生して使えなかったことのことまで全てあらかじめ決めておくことっていうのはそれ当然難しいので、そこは実際の場面で調整をしなきゃいけない部分っていうのもそれ出てくると思います。だからそういうことも含めて美郷町は最上町との提携も結んでるんですよ。そういうような努力してるんですよ、各自治体が。それに対して宮城県が条件を入れて県内に31市町村にみんなやってるんだから、
そういうふうな飛び越えたことをやるなというふうなことをやってるんですよ、実際言ってるんですよ。それは把握してますか？ちょっとその事実関係は私は把握しませんので、かえって確認してみたいと思います。ただそういったですね、他県への避難ということもきちんと地域として考えていくということで、そうありきだと私は思います。すみません、ちょっとこればっかりなんですけど、すみません、例えばね、ある地区のある世帯があって、その世帯はもし例えば原発事故が発生した場合には、一時避難所はここ でそこから先最終的に避難所としてはここになりますっていう、のが多分今おっしゃられた基本っていうのはそれになると思うんですけども、そうですよね。でとかその状態で何ていうか受け入れ自治体の側でコロナ対策を今全体としてない状態であれば受け入れられないっていう話になってくるかもしれないっていう話だと思うんですけども、そうじゃなくても基本の段階でもうコロナ感染症対策が必要なんだから、今の段階でじゃあ避難先をじゃあここだと満杯になっちゃいますのでこっちにしてくださいっていうような作業をしとかなきゃいけないんじゃないですか？その基本の段階ですすでに十分な余裕 もあります。余裕を持ってるって言っても今の状態では受け入れられないっていうふうに自治体側が言ってるってことは計画としては成立してないっていうことですよね。だから羽田野さんの頭の中にあるのかもしれないけども、今全体的に足りてるよってだけの話で、じゃあA さんがどうすればいいのかっていうのがね、いや行ってみたらあふれて他に行ってくれって言われるかもしれないっていうのが今の現状だってことですよね。でそうじゃなくてもう分かってるんだから、感染症対策が必要だってことはもう分かってるんだから、今の段階で基本的な対策の段階でね、感染症対策に十分対応できない形で避難先を確保 しましょうっていうのが、まあ、今茨城県がやりだしていることなんですけども、それは全国的にやらなきゃいけないことではないんですか？その部分に関してはもともとだから基本的にこの地域の人はこういう経営状況でこの地域の、まあ、この辺りの施設の候補がいくつかあると思うんですけど逃げますということで、まあ、要はそこの基本的に避難する先の部分で、まあ、数が十分足りていると、まあ、要はコロナ対策を踏まえてます。いやいや、だから感染症対策を考慮に入れれば足りないわけですよ、今ね。で自治体がそう言ってるわけですよ。そしたらその計画を立て直さなきゃいけないっていうのが今の事態じゃないですか、その基本的なところで。ちょっとすいません、私も聞きたいんですけどいいですか？東海村の村議会議員の阿部です。羽田野さんが足りていると私は出任せ言ってると思ってますけども、足りていて余裕があるっていうデータを明確に示してください。いいですか？示せますか？全ての地域について今ここにデータがあるわけではないので、データないんだったら足りてるって言えないでしょ、根拠ないんでしょ。じゃあお手元にあるんだったら後ほどそうですね、示してください、いただくことにしましょう。はい、はい、示してください、必ず公表してください。はい、おぎそさんが手を挙げているのどうぞ。私は新潟県津南町の町議をしておりますが、議会で質問いたしましたが、津南町は小千谷の市民を3600人受け入れることになっております。それは住民の人口の 40% 近くです。で、多分国に申請している避難所の広さというのは確認しましたけれども、建屋の延べ床面積をただ2平米で割った数です。玄関も階段も厨房もトイレも全部入ったのを2平米で割った広さを避難所の広さとして申請しているというふうになっていました。ですから国が把握しているのはそういった数なのではないかと私は想像いたします。それを2平米で割り振って3600人入れるというふうになっていましたが、4平米になったらそれこそ玄関にも眠れないわけですし、やっぱり最初からやり直すべきだと私は地元でも言っておりますが、国としても最初からやり直していただきたいと私は思います。はい、
じゃあ、避難先については後ほどデータを議員事務所経由でお願いするということにお答えしていただくということにいたしまして、ちょっとその他の両支援者の質問です。あ、すみません、あともう一回、今の件はやっぱり実際間でちゃんと感染症対策に即した避難所の運営についてはね、なんとか今の段階からちゃんとやらなきゃいけないし、国としてはそのように指導すべきだと思いますので、その辺についてぜひご検討をお願いしたいと思います。すみません、ちょっと時間もあれなので、2番の要配慮者の避難について、各2番のご回答なんですけども、これだとね、今のご回答だと、救急車を使うような方は、どうせというか、もともと避難困難な方だから、救急車でなくていいのだという、多分回答に受け取ったんですけども、それだとそもそも救急車の確保っていうのは、どういう意味なんでしょうか。要は、救急車として必要な台数が何台で、いくら足りませんっていうのが具体的に問題になってて、じゃあストレッチャーで代わりにっていう、そういう話になってるんですね。で、今のご回答だと、じゃあ最初から救急車は必要ないっていう形になっちゃうと思うんですけども、その辺いかがなんでしょうか。救急車の代わりにストレッチャーではなくて、救急車がないと運べない人は、そもそも、ストレッチャーでは運びません。で、救急車が必要な方はまず救急車必要というか、まあ、そこに示していただいたような、弱い、無理やり避難をさせてしまうと、リスクが高い方については、そもそもまずは放射線防護対策施設等で、屋内退避をしていただく、まあ、その後ですね、きちんと医療機関とかとも含めて、協議を行って、安全避難ができるような体制をきちんと整えて、それで避難をさせるということでございます。そうすると、じゃあ救急車として必要な台数についてはそれはあくまでそれは救急車として確保すると、いうことでよろしいですか。そうですね、ストレッチャー用福祉車両とは別ということでございます。はい、分かりました。他に2番のところで、ご質問とあれば。あ、じゃあいいですか。はい、どうぞ。カッコ3で、養子縁者の地域の支援の困難な方の支援についてということで、女川のこの緊急時対応の中の109ページにあるんですけれども、私は石巻市民なんですが、ここでは3829人いますよと、養子縁者がですね。それでそのうちの2166人はその支援していただく方がもう決まってますっていうふうな形で、これ数字が載ってるんですよ。で、1700人くらいの人たちがその支援してもらえる人がいないと。で、そこで下にこれは調整中なんだということで、私は質問の項目に挙げていただいたんですね。この辺の状況と把握をしているかということと、これがいつのデータなのか、それでこのに数値的に変動しているのか変更しているのかということと、あとはその全部民生委員とか自治体とかそこに丸投げの状態なんですよ。石巻市は民生委員に要支援者の名簿を作らせてるんですね。それでそれに基づいてそのいろんな方にこの要支援者の方はこの方が行くようにっていうふうな形で話を進めてるんですけど、個別的な避難計画っていうのがなければ一人一人を救済できないと思うんですよ。避難させることができないということについて、国的にはどういうふうにそういったその支援策を国自治体とかに丸投げするんじゃなくって、国としてはどういった責任を取るのかなということを質問したいんですけれども。ありがとうございます。まずこの数字の、時点につきましては、この緊急事態をまとめた時点ですので、令和2年6月ですかの数字でございますので、まあ、最新のものというのは自治体さんからのお持ちだと思います。これはこの時点での数字ということでございます。それから、その個別の避難計画というところでございます。で、個別の避難計画、養子縁者の個別の避難計画につきましては、
まあ、原子力災害だけではなくて一般災害の方でも必要になってくるということで、これ内閣府の一般災害をやる部署からですね、きちんとこういうものを作るようということで今なんて言いますか、通知も行ってますし、きちんとそういった支援が行われています。で、まあ、内閣府この原子力防災としてもですね、なんて言いますか、予算の面であるとか、まあ、どうしたらいいかというところ、具体的なその計画の作りの部分も含めてですね、きちんと自治体を支援していくということで、となっているところでございます。それからその支援者に、まあ、消防団とか市の自治体の職員というふうにおっしゃいましたけど、自治体の職員って他にも様々な任務が課せられているわけですよね。バスの添乗員とか、検査所の受付とか、受付ステーションの受付業務とか、さまざまなその業務を課せているのに、さらに要支援者というのは基本的に無理じゃないかなと思うんですけど、いかがですか。要支援者を、自治体の職員が一人一人つくということではなくて、まあ、要支援者に対して必要な支援者をですね、きちんとその確保をすると、まあ、あるいはその個別の避難計画を作るというところで、まあ、平時から自治体の職員が、まあ、活動するということでございます。そうするとやはり住民に全部負担がかかるということじゃないですか。この図なんか見ると消防団と市町村の職員が協力するってかかってるだけで、地域住民に自らはやるわけじゃないでしょ。限定されるじゃないですか、消防団だって。もう高齢化してて、消防団の皆さん地方に行ったら分かると思うけど、みんな消防団だって高齢者なんですよ。そういった人たちが圧倒的なんですよ。そういった状況で本当にこういった要支援者を一人一人を避難させる、救済するような措置が取れると思いますか。原則ですね、まあ、その地域の、まあ、そういった方々にやっていただくということで考えてございますけれども、まあ、それで実際にですね、足りない場合には、まあ、自治体なり、まあ、それ国なりからきちんと支援をされたということでございます。また別に業務があるんですよ。ですから、まあ、余力がある者がいなければ、それは 県であるとか、あるいは国であるとか、そういったところからきちんと要因を出すということでございます。はい、この緊急事態用の支援できる体制を調整中ということに対して、消防団、自治体の職員などの協力があることを確認というふうにおっしゃったんですが、これは会議かなんかの議事録に残っているんでしょうか。自治体に聞いてみないとなんともですけれども、まあ、基本的にここできちんと何と言いますか、ここで確認というのはここで、災害本部からの連絡等というのが何というか緊急事態の左側の人が出てきますけれども、例えばですね、一般こういうの一般災害でも必要になってくるんですけれども、まあ、きちんとそういったところでこういった人たちが連絡が取れるように名簿を作っていたりとかして、それをきちんと原子力災害でも活用できるように平時からそんな何というかそういった体制を取っておくとかですね、あるいは緊急時、女川原発の緊急事態をで確認したっていう意味かと思ったんですが、内閣府さんは確認したってわけじゃないんですか。内閣府さんは確認されていないんですか、それを。ちょっと細かい地域については承知してませんので、そこを確認したかどうかまで確認しています。はい、ちょっとまた必要に応じて議員事務所経由で再質問を出させていただきます。ちょっと時間が時間なので先に進みたいんですが、はい、はい、すみません。今の件とかね、そういうことがこういうことになってますよっていうのが何か書面で分かるようなものってないんですか。で、先ほど言った、まあ、例えば地元との協議の中でこういう協議をしましたっていう議事録とか、どういう会議でこういうことを決めました、でそれが当然残ってる記録があるわけです。そこからちょっと そうしないとなんかちゃんと説明したことなんとか
十分説明したことにならないのかなというふうに思いましたので、はい、すみません、じゃあちょっと先行かせていただきます。じゃあ3番の避難訓練で明らかになった問題点について、こちらについてご回答をお願いいたします。原子力規制庁の友部知です。よろしくお願いします。避難訓練で明らかになった問題点についての過去1についてご回答させていただきます。当庁で作成しているマニュアル原子力災害時における避難待機時検査及び簡易除染マニュアルでは、車両の簡易除染方法について拭き取りによる方法のほか、給水、給油、洗浄、海水回収の設備が整っている場合には流水による方法も記載しており、両方併記して書いてあります。あ、はい、内閣府の鳥居でございます。今規制庁から回答がございましたけれども、こちらについて内閣府からの回答させていただきます。こちら水除染と拭き取りの除染についてということなんですけれども、内閣府の研究の中で拭き取りと水洗での除染効果というものを比較しておりまして、そちらについては有意な差が認められないという結果が出ております。一方でその避難待機検査の中でのこの簡易除染というのが何のために行うのかといいますと、避難先の方に汚染を持ち込まないということが目的となっておりまして、簡易除染、十分な除染といいますよりも簡易の除染をして汚染が取り切れなければ、その車両はその場に置いておいていただいて、バスなど別の移動手段で移動していただくというような運用をするということで考えております。規制庁友部知です。過去について回答させていただきたいと思います。避難訓練は実際の災害を発生を想定していると認識しておりますが、原子力災害対策本部または地方公共団体の布教指示に基づいて、地方公共団体職員が緊急配布する場合は、大規模災害時の緊急避難的対応として薬機法、医師法等の関連法規からの違法性は阻却されるものと考えており、またその旨、安定用途剤の配布・服用にあたってにも示しております。またその上で、平時の計画において、できる限り医師や薬剤師が関与する体制の整備を求めているところでございます。以上です。すみません、今のは問題ないという回答でよろしい。問題ないということですね、はい。この3番の回答に入らせていただきたいと思います。避難車両の運転手や避難待機時検査での行政要員は安定要素剤は事前に服用するのかという質問に対してですけれども、安定要素剤配布にあたってにおいて、全面緊急事態以降において屋外で防災関連業務に従事する可能性のある地方公共団体職員については、当該業務を開始する際に各関連機関から安定要素剤の配布を受けて携帯し、服用の指示に基づき服用することとされております。服用の指示は誰が出すんですか。回答申し上げます。その地方公共団体の職員が所属しております機関の方からですね、服用の指示が出ますので、そこからその指示があれば服用するということになります。
過去4番、訓練の実態から安定予算については UPZ についても事前配布すべきではないかという質問についてご回答させていただきます。安定予算材は主として放射性要素の吸入による甲状腺の内部被曝の影響を低減するために服用するものであります。でまた発内においては予防的な避難によって屋外で行動することとなることから、その避難行動中に受ける恐れがある放射性要素の吸入による内部被曝の影響を低減するために事前配布された安定予算材を避難者に服用することとしております。一方で発外においては全面救急事態に陥った後に原子力施設の状況や緊急地モニタリングの結果等に応じて避難または一時点で合わせて安定予算に配布及び服用について原子力規制委員会が必要性を判断し、原子力災害対策本部または地方公共団体から指示を出すため原則としてその指示に従うこととなっております。したがってパズ外においては服用のタイミングが多様であり、また効果を有する時間に限りがある等により避難時の配布用が有効であると考えております。以上です。すみません、3の括弧4について内閣側からの回答をさせていただきます。APZ の住民への安定予算の事前配布についてというところでは、原子力災害対策支援庁の考え方については今規制庁からご説明のあった通りなんですけれども、住民の健康を第一に考え、緊急配布による受け取りの負担等を考慮した場合に事前配布によって避難等が一層円滑になると想定されるような住民に対しては、この UPZ への事前配布について取り組みを推進するということで内閣府の方では関係自治体と検討しているというような状況になっております。はい、ありがとうございます。じゃあ5番お願いします。内閣府原子力防災の牧と申します。3の括弧5についてお答え差し上げたいと思います。まずご指摘のような地震発生を担当した原子炉冷却機能の喪失という事故シナリオについて、例えば令和元年度に島根地域を対象に実施した原子力総合防災訓練では、島根の2号機において島根県東部を震源とした地震による外部電源喪失後、非常用炉新設冷却装置による原子炉への注入を実施する。しかし、非常用炉新冷却装置等にも設備故障等が発生し、同じような装置による原子炉への全ての中枢機能が不能となり全面緊急事態に至るというシナリオを設定して訓練を実施したところでございます。合わせて放射性物質の放出量の想定についてなんですが、UPZ の一部地域において一時停電の基準を超過するような放射性物質の放出を想定しているというシナリオで今回訓練を実施したところでございます。以上です。はい、3の括弧6、新潟県での防護服等ということ、こちらはおそらく避難滞留検査の検査員のことではないかと思われます。でこちらについて内閣府のこちらの研究の中で避難滞留検査を行う場所というのは基本的に放射線量は非常に低いエリアということで、放射性物質が付着する可能性のないような要因については過度な防護設備が要因の身体的な負担にもなるということで、どういった防護装備がいいのかということで研究をしております。その中でこちらの避難滞留検査等の要因については、そうした線量の低いというような状況から防護服等の着用は不要であって、必要に応じてガウンとかカッパとかそういったような汚れ防止のものを着用することで十分ではないかというふうに考えているところでございます。はい、そうしましたら一人除染の件は増田さん。はい、フィット避難計画を案ずる関西連絡会の増田です。内閣府の都議さんですかね、水の除染とそうでないことで有意差が認められなかったと、いうことなんですけども、ちょっとそれは納得がいかないんですけども、汚染してるのを、
水をかけて溶かして流すのと、単に拭く、というのとでは差があると。で、まあ、むしろ、その水の方に、放射性物質が含めて流れていくので、その後始末が大変なので、その水を使わないという簡易な方法にしてるんじゃないのかなというふうに思うんですけども、どんな研究でどこにどんなふうに発表されてるんですか。水を使おうが使わなかろうが有意な差がないというのは。はい、こちらの研究なんですけれども、令和2年度原子力防災研究事業の結果ということでして、こちらの報告書については国会図書館等に収めておりますので、そちらをご覧いただくことができるような状況となっております。令和2年度原子力防災研究事業の結果となっております。ホームページには掲載していないんですけれども、図書館に収めているということで、一応一般の方もご覧になれるような形にはなっております。すみません、それは図書館にあるということで、その回答をいただいたんですけども、今私が先ほど指摘したように、水を使った場合はその水が汚染水になってしまうので、後の処理が大変だからという理由は一切ないわけですが、それは検討されていないんですか。はい、その研究自体、その拭き取りと水除染で同じような形でその溶液を車両を模擬した試験片に塗布して、で取った時にどれくらい落ちるのかっていうところを研究しておりまして、その実験の中では特にそういったことについては考慮はしていないという形になっています。ただおっしゃるように、その水を使った場合ですと、水の処理っていうのもありますし、その飛散してしまったりかえって周りに汚染をしてしまう可能性もありますので、そういった意味では同じ程度の除染効果ということであれば、拭き取りの方が望ましいのではないかというふうに考えてはいるところです。最後に言われたのは、大阪の島田です。いいですか。どうぞ。今試験編で有意な差はなかったと一見おっしゃいましたが、その試験編の大きさってどれぐらいですか。すみません、ちょっと今すぐに確認ができないんですけれども、大体でいいですけど。そうですね、そうですね、ある程度の大きさだと思うんですけど、すいません、ちょっと正確な数字は今持ち合わせておりません。報告書の当該箇所をコピーいただけませんかね。はい、ちょっと確認させていただきます。議員事務所の方がいいということです。はい、後でちょっと試験編では問題にならないと思うんですよ。私たちが問題しているのは、この簡易除染では一番汚染が広いと思われる車両の天井、この辺は一切検査も除染もされないわけです。まあもちろんその研究は見せていただきますけど、試験編での云々ではやっぱり実態と合わないというふうに思います。しました。すみません。で、入ってあげてるんですけど、発言してよろしいでしょうか。どうぞ。東北海岸の阿部です。2つ簡単に質問します。1つは、避難第一次検査の車の除染、1台何分のかかるということなんですかね。それからもう1つは、安定用素剤を飲むタイミングについて、どんなふうに周知させるんですかね。勝手に飲んだら自己責任というふうに脅されてるわけなんですよね。でも混乱してるときにどうやってその飲めるというタイミングを知るのか全く想像つかないんです。はい、はい、最初1問目の質問の方、避難待機検査の除染にかかる時間ということですけれども、こちらについては車両の汚染の状況にもよりますので、一概に何分ということで示せるものではないというふうに考えています。1分なのか5分なのか10分なのかぐらいは分かりませんか。その汚染が少量
本当に限られた箇所ということであれば、まあ、当たり前ですけど、はい、だからかなりかかると思うんですよ、要するにね、1台そうするとものすごい渋滞が起こるんですよ、それわかります？はい、まあ、その前に全車両を除染するわけではなく、まずその避難待機検査ということで汚染がある車両のみが管理車線に回るということでして、だから何がどの車両が汚染しているかどうかっていうのはどうやってわかるんですか？そのまず最初に避難待機検査ということで、車両の汚染状況を確認して、でそこで引っかかった車両のみが除染する。その汚染状況を確認するのに1台何分かかるのかと聞いてるんです。その後に汚染、はい、除染するのにも何分かかるか分からないけど、少なくともその前にかなり時間かかるはずなんですよ。そこをお聞きしてる。その最初の車両のチェックにつきましては、自動で計測できるゲート型のモニターというものを導入しておりまして、そちらが1台1分程度ということで通れるというふうに考えています。で、その後、まあ、ある程度数が絞られた、それがあるかと思うんですけれども、除染の方については先ほど申し上げた通り、その汚染の状況によってかかる時間が変わりますので、何分というか、はい、わかりました。あのね、1台1分ということは1時間でわずか60台しかチェックできないんですよ。10時間で600台しかチェックできないんですよ。そこ想像してますか？そちらについてはそういった形で、まあ、試算させてはいただいて、うん、だから現実的にはそんなものは何の役にも立たないということは分かります。安倍さん、すみません。はい、以上。すみません、ちょっと進行させていただきます。はい、じゃあ もう一問の安定予想についてご回答お願いいたします。原子力規制庁苫部地です。どのように、皆さんにお知らせするかっていう質問だったと思ったんですけども、こちらこの防災予選とか、防災車などによって、皆さんにお知らせしていくことになっております。要するにそれが現実的ではないということは分かりますよね。はい、すみません、質問をしていただけますか？はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。すみません、そしてちょっと安定予想材の件で、他にご質問がある方はお願いいたします。すいません、スピーカーの中ですけどいいですか？どうぞ。安定予想材なんですけれども、屋内待機とも払うんですが、屋内待機で十分に防護できて、ライフガードを防護できない状況にも、なんで田舎 の古い家屋も十分考えてくるんですよね。で、外に出る前に屋内で内部被曝をしてしまう可能性っていうのは十分田舎の家屋ではあるので、だから屋内待機をすぐそちら側が進めるんであれば、屋内待機の時にすでにの可能性があるように自然配布をする必要があると思います。はいかがでしょうか？それと、すいません、先ほど女性なんですけれども、有利な差が見られないとは言いますが、冬用でのタイヤとかを考えていただくと、ウェットタオルもしくは、ブラシで除染ができるとは到底考えられません。で、大井原発の大井町の場合、港から、直接避難車両が除染の、避難先の、学校等の校庭に、避難するんですけれども、避難してしまうんですが、そうすると車両の屋根の部分とか上部の部分とかについたものが全部雨で、結局校庭内等に落ちてしまって、ホットストップのような状況になるのが容易に想像できるんですけれども、この辺のところはどうお考えでしょうか？すみません、じゃあちょっと後ろから先
今のは屋根に積もった土砂のほうが雨などで校庭に流れて、結局そこがホットポットになるのではないかという指摘だと思うんですけども、これについて何かコメントがありましたらお願いいたします。でそういった想定はされてないということですかね。あれ、すみません、宮崎さんと質問の趣旨をもう一度。あ、すみません、はい、普通車両が線量が高くなるということは車両全体が放射線物質を帯びているという話ですよね。で、基本、除染のスクリーニングとか除染の場合、タイヤと、タイヤとか、ワイパーの部分は丁寧に見てくださいますけれども、他の部分をきちっと測定して除染する時間はまずないと思います。まあ、先日の訓練ではかなりの時間をかけて、先ほど言った1分以上かかっておりましたけれども、その場合は要するに渋滞が起こりますし、簡易な測定または除染の場合は被爆した車両が、汚染された車両がそのまま避難先に移動してしまうという、ものすごい移動、高線量のまま移動してしまうという懸念があります。で、中間で、車を駐車する場所が決められている場合は別として、大井原発、大井町の場合、美浜原発の、事故時の際には、そのままどこかで中間的に車が駐車しないで、そのまま避難先の学校の校庭に汚染された車が入ってしまうことになるんですね。でそういう場合は結構美浜原発以外にもあると思います。全国的に見るとね、そういう場合避難先に本当に被爆というか汚染を拡大させてしまうという懸念があるんですが、その辺のところをどう考えていらっしゃるかということと、内閣府と、規制庁の、安定要素代に対する不要の考え方、事前配布に対する考え方を、違うということが、本当に多くの自治体にとって、非常に考えをまとめるところにおいて非常にまとめにくいところがあるので、政府も規制庁も事前配布の有権者区内に事前配布をするというところに持っていっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。後半のところで、事前配布については内閣さんの回答は取り組みを推進するというふうに言われたと思うんですけれども、そこは規制庁さんとは考え方が違うということなんでしょうか。規制庁友達です。原子力規制庁の、原子力災害対策指針の中では、UPZ にも UPZ多数回にも UPZ にも事前配布してもいいよって書いてあるところがあります。それはどういう条件かと言いますと、すいません、すぐページがめくれなくてあれなんですけども、その辺は承知してるんですけど、今先ほどの指摘はもっと積極的に事前配布をしないと、例えば屋内退避を一方でね、行いたいのをまずしなさいと言っておきながら、そしたらとても受け取そこから受け取ってまた服用してっていうのはとても間に合わないではないかと。で指針でもね、おっしゃるのが来る前の方が効果が高いですよとも書いてあって、この辺についてはなんか議論はしているんですけども、
そうしたらやっぱり、服用してもいいようではなくて、やっぱり積極的に事前配布で、そういう方針で政府としてもね、対応をすべきではないかという、そういう指摘だと思うんです。その辺、内閣さんはその取り組みを推進するというのは、具体的にどういうことをされているか、感じなんでしょうか。すみません。ドライブスルーでも問題なしというふうにお答えになりました。だったら事前配布は全然問題ないということだと思うんです。で、国としてもう積極的に事前配布を UPZ にも進めるということを決めてほしいんです。はい、どうですか。はい、内閣府の方で、UPZ の事前配布というところ、自治体から希望があれば、国からどういう支援があるかというか、先ほどご質問ありましたけれども、相談に乗ったりとか、助言をしたりして、進めるという形にしているんですけれども、必ずしも別に規制庁さんと考えが違うというよりは、一応こちらの方も、規制庁さんの示されている原子力災害対策指針の中でこの UPZ の事前配布を行うということでやっているところとなっております。すいません、だったらいろんな状況をつけずにもう積極的に UPZ でも事前配布を進めるということで決めてほしいと思います。はい、ありがとうございました。改めて要請させていただきます。スクリーニングの件についてもですね、以前交渉させていただきましたが、本来その、車両の中の人の、付着しているものも測らなくてはいけないのに、車両だけの検査、しかもその、何でしょうか、除染は簡易というところに関しては、また議論をさせていただけ、確認と議論させていただければと、考えています。ちょっと時間が20分もしているので先に進みたいんですが、よろしいでしょうかね。はい、すみません。まだですね、一目だけ気になりますか。というのも、新潟県との話で、感染症の使用量が低いと、それが動物の話でも、かかるかで OK というふうにおっしゃいましたが、しかし、検査が、そこに集まるのは、専用の高いところからの人間の住民が集まってくるわけです。そういう意味では、検査をする人も当然、これまでどおり防空機に加えてないのか。カッコ6ですね。カッコ6。はい。カッコ6。カッコ6で、避難者が線量から高いところから来ることを想定すると、やはり、それなりの防護対策が必要ではないかという趣旨の質問だったと思います。括弧6のところの検査員とかの防護装備というところだと思うんですけれども、こちらについては、車両とかに放射性物質が付着しているという可能性はあるんですけれども、ただそういったところについては防護服というところまでいかなくても、ガウンとかカットとか何か汚れを防止するものがあれば、それで代替となるのではないかというふうに考えているところです。なんでくらい来るんだよ。すいません、石丸ですけど、一ついいでしょうか。どうぞ。先ほど検査場所のことを言われて、線量は低いということが前提にいうようなことを言われたんですけど、玄界の場合、玄界は西の方にあって、本当に九州一帯が被爆するようなことになる可能性があるような地域にあるんですけど、それを検査の場所は低いと考えられますと言われましたけど、その根拠を示してください。私たちは検査場所がもう本当にどこも汚染されている可能性があるので、それを大前提とされたら困るので、その根拠を示していただきたいと思います。
はい、検査場所の候補地という意味ではいろんな場所が設定されているかと思うんですけれども、避難帯検査をやるためには線量が低い場所でなければ避難帯検査はできないので、逆に線量が低い場所に検査場所を設定していただく必要があるのではないかと考えています。だから今防護服の話とかをされたときに、検査場所は低いということを言われているんですけど、佐賀県いっぱい私たちは被爆していく可能性があるような地域なんです。それを大前提と言われているので、その根拠はと私は言ってるんですけど、はい、規制上で作られているマニュアルの中でもバックグラウンドの線量が高い場合は検査の場所を変えていくというようなことも書いてありまして、なので、避難待機検査の場所として考えているところが線量が高い場合については他の場、線量が低い場所への移動などを考えていただくというような形になるのではないかと思います。わかりました。聞こえてます？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、すいません、時間を押しています。すでに20分押しなのですいませんが先に進ませていただきます。避難所の公開周知について、そして避難地の渋滞や車中での耐久時間の検討について、そして UPZ 内にある自治体の防災部門について、お答え、4番、5番、6番についてお答えいただきます。お願いします。はい、4番、避難所の公開周知についてでございます。まず括弧1番でございますけれども、まずですね、一部事故の際にどこに避難すべきか決められていなかった記憶を踏まえて、あらかじめ重点区域内に住民の方が避難できる避難先の確保にこれまで取り組んでいるところでございます。避難先自治体の中には、避難元と避難所の一体での紐付けまでは行わず、自然災害等のさまざまな状況を踏まえ、避難所を開設割り振りすることとしております。このような場合はですね、避難中継所などを経由していただき、そこから避難所に向かっていただくことになります。避難中継所等につきましては地域防災計画等で公表されておりまして、したがって住民の方がまずどこに向かうべきかということはこれきちんと明確になっているということでございます。なおですね、ご指摘の、滋賀県長浜市の場合はですね、まずは避難中継所に向かっていただき、避難先の施設の調整は、市内または同県内の施設を基本としつつ、状況によっては県外避難を行って滋賀県からの要請に基づき大阪府または関西広域連合が行うことにしてございます。それから、括弧2番ですね、につきましてですけれども、先ほど申し上げた通りで、住民の方がまず最初に向かうべきである場所である、一時集合場所であるとか、あるいは避難中継所等、ここにつきましては全て公表されて明確になっているものと承知しております。こうしたですね、どこに向かうべきかっていうその住民の隊員につきまして、平時から住民への周知広報ということについて国も協力していきたい、これからも協力していきたいと思っているところでございます。それから、5番ですね、女川の緊急事態の件でございますけれども、UPZ における一時点等におきましては、緊急時モニタリングの結果に基づき、まず UPZ の全域でなく、特定の一部地域において実施することになるため、国内待機の有効性を含めた段階的避難や、指示に基づく避難等が行われれば、過度な渋滞が生じないと承知して考えてございます。このためですね、国内待機の有効性を含めた段階的避難とか、指示に基づく避難徹底について、平時から周知、徹底をしていくことが重要だと考えております。それから6番でございます、防災本部の件でございます。各地域ではですね、原子力災害に関わらず、これ一般の災害も同様でございますけれども、各庁舎が使用できなかった場合の対応というのは、地域防災計画等で、定められているものと認識してございます。でご指摘の、高島市でございますけれども、高島市市役所本庁は UPZ 内に立地してございます。で全面緊急事態においてもですね、地震等によって、本庁舎に損傷がなければ本庁舎で対応を当たることとしてございます。一方でですね、本庁舎が所在する地域が、一時点対象地域となってそこから移動しなきゃいけないということになった場合についてでございますけれども、できる限りですね、本庁舎でまず一時点の指示ということを、行うことになります。でその上で、ですね、本庁舎の移転をしまして、支所等の代替先において業務の継続性を確保するということにしているということでございます。6番まで以上でございます。はい、すいません、そしたらまず4番なんですけども、今のお答えは、公開されてないんじゃなくて、そもそも
中継所までしか決まってないっていう、そういう答えだということでよろしいでしょうか。その先、どういったところの、先ほどの、同様なんですけれども、避難先がどこになっている、候補はどこかということは決まっています。あ、決まってるけど公開してないということですか。具体的に1対1で、この住民の方はここに逃げるということになって、この住民の方はこの地域のこの辺りに施設の中にどれかに避難をするということで決まっていて、それは先ほど申し上げた通りで、実際の場面ではその避難施設の状況であるとか、避難しなきゃいけない人数、あるいは自然災害でそこに行く道路が使えるかどうかとか、そういうことも含めてですね、きちんと考えた上で、調整をして、その中から調整をして、そこに逃げるということでございます。で、その情報というのはですね、住民の方は一時集合場所に行って、そこから避難中継所に行って、その避難中継所と呼ばれるところで、なんていうか、あなたの避難先はここですよということをお知らせして、そこに向かっていただくということになっているということでございます。あ、すみません、今の答えは、1対1の避難先が決まってなくて、で、市内のどこかですよと、いうことまでは決まっていて、それについては周知されていると、そういうことでしょうか。どこかといいますか、施設がリストというのがいくつかあって、その中のどこかの施設にということになります。で、その避難先の施設まで公表している自治体もあれば、公表していない自治体もあります。ただ、必ずその出発点となるですね、避難中継所については、どの自治体も公表していくということでございます。はい、じゃあ候補先は決まってるけど、その候補先について、公開してない自治体もあるということですね。その通りでございます。はい。で、他にもそういう自治体があるということでしょうか。自治体によってバラバラですけれども、自治体によってはそういう自治体もあるということで承知をしてございます。避難計画に関する関係。連絡会みんなです。すみません、区は長浜市がその避難所名を公開していないということを認めているということですね。それで OK ということで。避難所まで何と言いますか、すべて公開をしなくても、まずその避難のために住民が取っていただくのに必要なその集合場所であるとか、中継所というものが公開されてますので、それで十分だということでございます。女川の緊急対応を見ますと、すべて紐付けしてあるんですね。それは何、その美浜地区だからそういった形になってるんですか。で、その理由は何かあるんですか。美浜地区だけそういうふうな形になってるのか。女川地域の緊急時対応は全部紐付けになってますよ。学区ごとにあなたはここのルートを通ってここの受付ステーションに行ってください。UPZ の場合は待機地検査所でスクリーニングを受けて、それで要素剤をもらって、で通行証をもらって OK だったら通行証をもらって受付センターに行くと。でそこで避難所を指定されると全部紐付けされてますよ。美浜だけなんですか。基本的な紐付け、基本経路、基本的な避難先を一対一で紐付けしている自治体もあれば、ある程度こう遊びを持たせているところもそれはあるということで承知しています。はい、宮崎さん、お願いします。宮崎さん、よろしいでしょうか。姉妹原発についてなんですか。いいですか。姉妹原発の場合は県庁が被爆するわけです。ですからその待機所で支持する人はいないんです。そのために事前に待機の貼り付けをしなくちゃいけないということを賛同なり言ってるんですけど、誰がその避難所で振り分けができるんですか。島根県庁被爆性を受けなんです。はい、今その中継所の話を議論していたところなんですが、宮崎さん、わかりますか。あれ、すいません、
まず今の答えに、質問に答えてから質問させてください。どうしたらいいの？すいません。じゃあちょっと菅野光恵さん手が上がっての先に発言をお願いできますでしょうか。菅野光恵さんお願いします。すみません、避難した菅野です。避難計画の中で一番大事なのは家族とか、どこに避難するかわからない中継場所へ行って、まずそこから振り分けられる。それでは家族があらかじめどこへ避難をして、そしてどこで落ち合うかということさえもわからなくなります。事故が分かったときはほとんどの携帯につながりません。子供たちはどこへ行ったのか、親はどこへ行ったのか、働いている家族が向かってどこへ行ったらいいのか、それさえもわからない状況で避難ということはありえないんじゃないでしょうか。スムーズに避難できるために計画を作るんじゃないんですか。はい、ありがとうございます。ちょっと何かまとめてご発言、ご質問いただきたいと思います。宮崎さん、お願いします。すいません、中継所の問題についてちょっと絞りたいんですが、中継所の問題については違います。はい、すいません、ちょっとじゃあ後ほどに。はい、じゃあ今もあの家族が、要はその避難先がわからないとバラバラになってしまうという、その件どうでしょうか。基本的にその避難先の、施設までは公開をしていなくても、基本的にこの地域の人はこの例えばこのエリアに入れますということは決まっているので、というところが一点でございます。で、またですね、実際にはその避難先が使えないということも想定されますので、そういった場合のことも考えますと、なんて言いますか、避難中継所でのマッチングといいますか、なんというか避難先の最終的な決定という問題は発生してくるものと思っております。避難してからこう一人一軒ずつ訪ね歩くことになっちゃいますよ。自分の家族がどこに避難しているのかわからないと。だって学校に行っている子どもだっていますし、その学校でその保護者に渡せればいいけど、学校の先生と一緒に避難するようなケースもあるわけですよね。現実にそういう計画もありますよね。ということはどこで落ち合えばいいんですか、そういう場合は。その場合は具体的には、自治体とも問い合わせていただく必要があると思います。だから そういうことを避けるために学区ごとに地域ごとに紐付けしてるんじゃないですか。基本的なところはそうなってると思います。なので地区単位ではそうなってると思います。いや全然お答えになってないと思います。どうぞ島田さん。すいません、この日本の場合どこも他は全部紐の毛まで出てるんですよ。出てないのはこの長浜市だけなんですけど、で長浜市は県内避難先の避難所も出してない。さらに事故が拡大した場合は県外は大阪府に避難することになってます。避難中継所が明らかであればいいとおっしゃってましたが、大阪避難の場合は例えば長井公園、多目的芝生広場、こういう公園しか決まってない、そういう状況なんですよ。これで本当に住民の安全が守れると言えるんですか。やはり他と同様に具体的な避難所のマッチング、これ公開させるのが最低限だと思いますが、いかがですか。お答えしますが、避難所の基本的なところというのが決められているところと、ある程度何と言いますか、避難所の候補だけがあって、実際には
実際に避難中継所までが公開されているという地域の両方があります。で、まあ、という状況でございまして、で実際に住民の方がどこに避難したかというところは実際には市町村などに問い合わせをしていただく。それは何と言いますか、基本的に紐付けをされている場合があっても、実際にその通り避難できるかどうかというところはというところがありますので、まあ、基本的にはどんな場合であっても実際にまず問い合わせをしていただくといいかと思います。すいません、ストーカーかもしれないのにね、どうしてあの事故で大混乱しているときに、そんな住民それぞれが何万人の住民が役場に電話しますか。そんな対応できるわけないでしょ。他の地域はすべて避難所マッチングを公表してる。長浜市だけ、まあ他にあればそれも言ってください。公開しなくても住民の安全を守れると、そう責任を取るんですか、内閣は。これ基本的に1対1の基本的には避難先を決めるっていう、その方がいいわけですよね。でもわざわざ候補地だけ決めとけばいいよっていう積極的な理由はないはずなので、いや候補地だけじゃなくて、ちゃんと1対1で、決めてくださいって指導すればいいじゃないですか。でそれに加えて候補地すら公表しないと、自分がどこに避難していったらわからないっていう、そういう住民が現にいるってことは、これはいやそれはまずいから、じゃあちゃんと決めて公表してくださいって指導すればいいじゃないですか。その方がいいわけですよね。まあ、その場で問い合わせるとかね、あるいは広い公園のどこにいるかわからないとか、でその先どこ行ったかわからないとか、いうよりはよっぽどいいわけですよね、決めた方が。指導してください。指導しないのならその理由をはっきりしてください。ちょっとその辺検討して ご回答いただけますでしょうか。はい、お願いいたします。そしたら、すみません、6番の、自治体の再防災本部についてですかね。あ、ちょっと時間かしい。すいません。はい。宮崎さん、じゃあ発言お願いいたします。はい。大分の宮崎です。私たちでもこのことが問題で、避難計画が不十分になるという、ご指摘を受けて、改めて、福井県内の連山、福井県内の各市町に、町が待機しなければいけない場合の待機先が決まっているかどうかということを、各行政に問い合わせをしましたが、どこも対象先は決まっていません。このことについて、決まっていたことの中には、どこも町の調査の人たちが避難のための立ち退きの勧告または指示を受けた地域に含まれる場合、あらかじめ定めた避難先へ待機するとともに、その流れを住民と周知するものとするというふうな、避難計画、大体どこの行政も、その避難計画にそういう内容を含めているんですけれども、どこも現実には、避難先、対処先を、決めていないということが分かりました。このことについて、国はきちっと、まず、指導していただきたいと思います。そうでないと、きちっとした住民の避難ができない可能性が出てきますので、でなおかつですね、連合の各市町、大分、高浜、小浜は、10キロ圏内にありましたので、10キロ圏内に行政がありますので、役場が、放射線防護施設のになっているんですね。だから、何日間かはそれで、
対策本部として、機能する可能性があるんですけれども、日本原発、日本原発の近くの、日本原町、鶴田市、ほか、日本越前町とか越前市も、まあ、越前市はちょっと聞いてないんですけれども、すべて油断化はされていません。で、国、大学部は、今年度に15キロ圏内と、施設に油圧化を進めるような旨を出したということで、今浜町とか中華市が、それに検討を始めるという形を、電話をしたら伺っていますが、まあすぐにはなかなか難しいということですね。来年度にも、それはちょっと難しいということなので、はい、そういう場合、それがきちっと決められるまでは、採択の範囲を止めてもらうというような指導ができませんでしょうか。ありがとうございます。そしたら一つは、役場の、先ほどの話だとね、役所そのものの移転とかの話をされたんですけども、そうであるなら先に移転先もちゃんと決めておくべきではないのかということだと思うんですが、そちらからね、ご回答をお願いします。はい、役場の移転についてですけれども、これ原子力災害だけではなくて、一般災害でも同様だと考えております。例えば地震によって庁舎が、災害になりますので、対応を組めて、そういったですね、なんて言いますか、いわゆる BCP 対応というものはですね、あらかじめ、ね、各市町村のですね、防災計画の中で決まっております。で、例えば今日申し上げました高島市であれば、他の市町等を使うということで、これ計画をされてございます。原子力災害で、それはもう各役場が、例えば原発 の, 例えば美浜原発で事故があった場合に、役所の避難先というのは全てもう決めているということ、一般災害同様 の, 場所に移るということでございます。それは例えばね、でも原子力災害の場合には原発にわざわざ近づくような避難ができないわけですよね。一般災害と一緒ではないと思うんです。その辺も加味しても決まっているということでしょうか。支所等の代替先ですので、市内にいくつか支所があれば、その中から一番安全といいますか、いうところに、移転するということだと思います。宮崎さん、お願いします。宮崎さん、短いお願いします。でもそういう回答をいただいたんですけれども、現実に30キロ圏内でも、その市場はかなり今ある役場からもそんなに離れていない場所なんですね。だからそこの市場に配布したとしても、時間的に数時間したらまた待機しなければいけないという状況が生まれる可能性が多いので、もう少しきちっとして離れた状況の場所に作る必要を指導していただくことはできませんでしょうか。はい、ということです。はい、わかりますか。わかりますでしょうか。少なくとも原発の事故を想定した場合は、やっぱり一般災害と違って、どこでもいいというわけにはいかないので、例えば原発から30キロ上に遠いところに少なくともね、移転先を設定しないと意味がないという指摘だったと思います。ちょっとその辺についてもご検討いただければというふうに思います。渋滞問題ですけれども、各宮城県で言えば障害運調査とか、それ前にももう5年か何年か前にも宮城県では独自にやってるし、各地でもいろいろやってますよね。そういう中で渋滞というのはやっぱり最大の関心事だと思うんだけれども、この内閣としては
この渋滞問題について、本当に今大丈夫だとおっしゃるけども、内閣自体が何らかの調査をやってみる必要があるんじゃないかと思うんだけれども、この渋滞問題についての見解をもう一度お願いします。各地でその、避難時にかかる時間の何というんですか、シミュレーションみたいなことをされているということは承知しておりまして、お名前についてもそういうことをされているということは承知をしてございます。他方ですね、そういったシミュレーションの類すべてそうですけれども、どのような条件を設定するかによってかなり結果というのも大きく異なってくるものと承知をしてございます。で、なのでその結果のみを用いて緊急事態の、ができるできないということを我々は判断するものではないと思ってございます。で、他方ですね、先ほどお答え申し上げた通りでして、きちんとですね、段階的避難とか、それに基づく指示とか、それに基づく避難をきちんと行っていただければ、我々としてはそういった過度な渋滞は生じないということで考えてございます。もう答えはいいですが、それがうまくいかないということを実感、モニタリングを一つ取ってみたのもうまくはいかないよといろいろ経験しておりますので、一つぜひ今後も研究してほしいと思います。ちょっとだけ、阻害要因調査宮城県でやった時ですね、16方向を全体を16方向に16セクターに分けてやって、で女川原発っていうのは牡鹿半島の根っこにあるんですけど、そこから避難場所っていうのは北と西しかないんですよ。だから 3つのセクターしか出ないと、そこでシミュレーションして、3日から 5.3 日かかるっていうことだったんですね。で、先ほど段階的避難をするんだから渋滞は起きないとおっしゃいましたけど、基本的にその方向しか逃げようないんですから、必ず一斉避難になっちゃうんですよ。そこはどう思いますか、どう考えますか。女川のその、シミュレーションの結果について、きちんと指示が守れていれば、6時間ぐらいで1件が完了するということでは承知をしてございまして、ですので、そういったふうにですね、きちんと指示を守っていただけるように、周知徹底をしていかなきゃいけないということで我々考えております。すみません、放射能は指示を待って拡散をしてくれないんじゃないかと思うんですけれども、放射能の拡散によって人間は動かなければいけないわけですから、そんな指示を待って守ってくださいと言われても放射能は守ってくれないと思うんですよ。はい、ちょっと雑じゃないですか、そのUPZ の人が一斉に避難するわけじゃないとか、その段階的避難を守ってくれればっていうのはちょっと雑だし、現実にも即していないと思いますので、もし何か大丈夫だとおっしゃりたいんだったら、やっぱり内閣府としての何か前提を置いた上でのなんかシミュレーションなりやっていただくべきかなと思いました。その場合要因調査の内容はこの緊急事態対応には反映全くされてませんからね。はい、すいません、時間があれなので、最後の7番の屋内退避についての、被爆提言公開についてお答えいただきます。はい、お答えいたします。ご質問にありました原子力災害時の防護措置の考え方では、海外の先行研究の結果をもとにですね、木造家屋への屋内退避によって吸入による内部被曝を4分の1程度に抑えることができる旨を記載しておりますが、こちら我々の委託事業で行う、この研究においてもですね、条件に応じてその低減効果というものは変動することが示されております。この4分の1と一つの答えで決まっているわけではございませんで、条件に応じてこう数字は変わっていくということで、あくまで低減効果を表す代表的な数値として、示すことを意図したものでございます。それが、原子力災害発生時の防護措置の考え方に書いてあるその4分の1程度ということでございます。
で、また今回我々が行いました委託事業においてですね、UPZ 内の代表的な条件下で屋内堆肥を行った際の甲状腺透過線量の7日積算値を評価した結果、いずれの建築年区分でも確率的影響リスクを低減するための IAEA の包括的判断基準を下回る結果が得られていることからも、 UPZ 内においては屋内堆肥が引き続き合理的な防護措置であるというふうに考えてございます。いずれにいたしましても、今回の研究成果等を踏まえまして、屋内堆肥の効果や重要性がですね、住民の皆様にですね、適切に理解されるよう、内閣原子力防災担当とも連携しつつ、検討を継続していくこととしたいと考えております。以上でございます。はい、追加質問で、PAZ 内の移動リスクの高い重症者の屋内堆肥について最長何日間を想定しているのかという質問を出させていただいていますが、届いていますか。その点、お答えさせていただきます。放射性物質の放出リスクが何日間になくなるかというのはですね、事故の進展等によってさまざま考えられますので、何日間最大ということは考えておりません。他方ですね、これは、なんとかの事故対応もそうですけれども、基本的にですね、7日分の食料等を確保するということにしてございます。これを参考にですね、放射線防護施設等においてもですね、同様に7日程度分の備蓄等を現在行っていることのところでございます。なお備蓄で足りないことがもしあればですね、それに必要に応じて、市町村検討では食料等の支援を行うということになるということでございます。それから、もう一つの、項目ですかね、追加質問は、屋内待機の医療スタッフ、介護スタッフ体制ができているのかというところでございますけれども、放射線防護施設にはですね、医療従事者、介護スタッフといった支援者もですね、医療のリスクが高い人とともに屋内待機をすることとしてございます。原則一緒に屋内待機した支援者は継続して支援を行うことになりますが、屋内待機が長期にわたり勤務交代等が進めなくというような場合にはですね、関係上場等と調整を行い、医療スタッフを搬送して交代勤務に当たってもらうなど、必要な措置ということでございます。以上でございます。はい、すみません。屋内堆肥による被ばくの低減効果についてなんですけども、今の答えは、その防護措置の基本的な考え方にある、ね、木造家屋においては4分の1程度という記述については、そもそも代表値 で、で今回の研究結果からも代表値として同じ値、同様な結果が得られた、だから変える必要はないと、いうことだと思うんですけども、これ読むとね、これだけ見ると木造家屋に屋内避難をすれば被曝が4分の1だから、4分の3の被曝を防げると4分の1になるんだと、だから安心して、屋内堆肥しなさいっていうふうに言われるんですけども、そうじゃないってことですよね。その代表値のあるいはね、その条件がいろいろあるとおっしゃったけども、書いたように、例えば1980年、以前の家屋の場合には半分も下がらないんですよね、これが正しいとしても。だからこの記載撤回してもらえませんか。これは非常に誤解を招く表現だと思います。そうですね、木造家屋において4分の1程度というところの記載につきまして、その平成80年以前に建てられたものとか、その建築年のことが書かれておりますが、あくまでですね、こういったようなそのことを意図したものではなくてですね、その4分の1程度に木造家屋であれば抑えられるということを書いたもので、で例えばですね、その委託研究の結果のところに書かれております、東海地区において 37% が1980年以前となっているということも、これもそのある調査の一部を取っているところでございまして、ですので、この4分の1程度というものを確かにその
全てが4分の1というふうに言っているわけではございませんでして、この程度に大体抑えられるということを申し上げているところです。いやだからその 37% の人がね、無視された、あるいは見殺しにしてしまうような、そういうこの記載はね、これだと思うんです。だから代表値っていうのは取り方がおかしいですか。いえ、代表値というのは最もそのありそうなことを代表値として考えているものでして、この場合ですと木造家屋によって4分の1という、その4分の1だから屋内堆肥が有効だということを別に申し上げているわけではございませんで、結局のところはその先ほどご説明させていただきましたように、 IAEA が出している甲状腺7日間の透過線量の積算値のところで、いずれの建築年区分においても包括的判断基準を下回っていると、ここが重要ではないかと考えております。はい、とりあえずこの記述を変えていただけませんか。今この記述、この記述に書いてあることを今ここで変えるということはちょっと考えておりません。はい、いや、これを見た人はね、いやだから代表値という時に、代表値という時に最もあり得るんじゃなくて、それは1980年以前の科学に住まれている方がね、37% もいて、37% もいて、その中に避難が困難で在宅の方がいらっしゃるわけですよね。そうした人たちに、なんていうか、違うメッセージを送ることになりかねないじゃないですか、この記述は。はい、ですので、今すぐこの場で変えることを決めろとは言いませんので、記述の見直し含めて、検討していただきたいと思います。そうですね、この屋内堆肥についてですね、皆様の理解が得られるようなですね、検討を引き続き継続していきたいと思います。それから、すみません、あと PAZ 内の、重症者の屋内堆肥の問題については、山中さん、いかがでしょうか。先ほどの説明だと、結局 PAZ の屋内堆肥の方はもう避難しないということなんでしょうか。APZ が避難するような時代にあっても PAZ の屋内堆肥の方は避難しないということなんでしょうか。で、具合が悪くなっても避難しないということなんでしょうか。あと医療介護スタッフについてもそのまま避難ができないということになるんでしょうか。教えてください。そういうことではございませんでして、医療リスクの高い重症者の方はまずは無理に避難をするのではなくて、保守専門を大切に医療介護者とか医療従事者の介護者と一緒に入っていただいて、そこで必要なケアを受けると。で、その上でですね、きちんとその避難するに至るですね、例えば救急車ですとかドクターヘリですとか、そういったものが避難の準備をされたという段階で避難をしていただくということでございます。ですので、ずっとですね、そこにいていただくということを前提としているものではございません。PAZ の中で PAZ はもう避難しなきゃいけない地域だと思うんですけれども、そういう屋内堆肥を迫られる方たちの最後の避難のところまで計画ができていないのに、それでいいんでしょうか。誰がどのように、誰の責任でこう最終的な避難場所まで行くとか、それも分かってないんですけれども、それでPAZ 内の避難っていうふうにはちょっと言えないと思うんですが、原子力災害対策指針にも合ってるんでしょうか。それで、基本的なその、避難先などは、決まっております。そういった重症者について、どこに最終的に避難をさせればというところは避難計画等で決まってございますけれども、実際にはなんて言いますか、そこに向かっていつどのタイミングで避難をさせるのが適当かということは、最終的には有事の場合に直感の判断をするということでございます。いつその最長も決まってないんですね、1週間とか。最長何週、1週間以内で、例えば1週間までは避難できるとか、そういうことも決まってないんですよね。それは何と言いますか、事故の進展の状況によって周りの放射性物質の状況なんかも加味しながら考える必要がありますので、
最強ということは考えているところではございません。P レートですから、当然線量高くなるんじゃないですか。事故の進展によりますが、必ず PAZ だから高いということではございません。じゃあ少なくとも UPZ が避難する前に避難できるんですね。そういうことではなくてですね、避難の準備が整ってから避難をするということでございます。そんなことでいいんですかね。それは避難の計画ができているとは言えないと思うんですけれども。そうです。いいのか。ひどいわ。それとあと介護スタッフもですね、1週間以上になる場合があるわけですね。その同じ、例えば島根原発の場合だと、ほぼ支援者と同じ数の要支援者と同じ数の支援者しかいないんですけども、その人たちがずっとしていくという、そういうことになりますよね。新しい方がわざわざ高線量の地域に入ることはほとんど一般人は難しいと思うんですけれども、それでいいんでしょうか。そのような場合にですね、きちんと、もし仮に長期間にあたってそういったことが必要ということであれば、市町村なり、県内国内できちんと代わりの交代の要員ですとか、それの搬送に必要なですね、準備、車等の準備とかですとか、あるいはその配慮に必要な何て言いますか、防護服みたいなものの準備とかで、そういったものも全て頻度調整をするということにしてございます。それはもう体制ができていないといけないんじゃないですか。 PAZ なんですから、まだできてないんじゃないですか。そしたらこれからやっぱり発災後に考えるんですか。それももうすでにできてないといけないんじゃないですか。原則発災後に調整をするということでございます。これはできてるとは言えないと思いますが、責任ですよ。それが定員会の方はそれでいいんですかね。 PAZ をきちんと最後まで避難先まで避難する体制ができていないのに、それで合格になってるんですけど、合格というか了承されてるんですけど、防災会議で、それでいいんですかね。ミスター先生、市政庁の方はそれでよろしいんですか。すいません、ちょっと時間をしているので、最後に坂上さんの方から一つ、ちょっと一言。すいません、じゃあちょっともうだいぶ過ぎちゃってますので、終わりにしたいんですけども、なんていうか、事故になったら決めるってことはちょっと多すぎませんか。少なくとも1対1の避難先は決めておかなきゃいけないし、で感染症対策についてもやらなきゃいけないのも分かってるんだから、それは今とにかくそれを決める方向でちょっときちんと議論していただきたいと思います。一つは、それから今の PAZ の件もそうですけれども、物理的に決められないわけじゃないじゃないですか。で、決めてるところもたくさんあるわけですし、決めてないところに決めさせて、ちゃんと住民にも周知させる、ということをやっていただければいいと思います。それですみません、もう一つね、その緊急時対応に、あるいはその後の緊急時対応で課題になったことがどうなったかですね、規制庁さんのだと内部の議論が基本的には規制委員会の議事録とか公開されてるんですけども、内閣府さんのこの避難の問題でいうと、ですね、実質的には地域防災協議会の作業部会で今議論になったようなことは実質的に議論されているっていうふうな感じでよろしいでしょうか。その通りでございます、はい、でそれ議事録出していただけませんか。何が議論されてるかあれじゃさっぱりわからないんです。その点は中で検討したいと思います。検討していただけるわけですね。それはぜひ検討してご回答ください。そうでないと まず説得力はないんですよ。
何々決めました、こうすることはしましたって言われても、いつどこで、どういう人たちがそれを決めたのかがさっぱりわからない。で、どういう議論があったのかさっぱりわからないです。それはぜひ、議事録の形で出していかないといけないということが一つです。それから、これから緊急事態を決めなきゃいけないところはあると思うんですけども、じゃあ決めましょうっていうのは、一体誰が、どうやって議論が始まるんですか。要するに、緊急、とても例えば東海第二原発にしても、とても緊急事態がこれから今決められるような、そういう材料がそもそもなさすぎる状態だと思ってるんですけども、その場合には基本的には緊急事態についてはまだ作成しないということなんでしょうか。それとも何か時期が来れば無理やり強引にその場でその段階でのものを作ってしまうという形になるんでしょうか。それは誰がことを始めるんですか。まずその緊急事態につきましては、地域の協議会、またその作業部会ですね、で作ることになってございまして、そのあたりをですね、きちんと合理性がない段階から、取りまとめるということではなくて、きちんと合理性があるということを確認してから緊急事態というものを取りまとめて、でそれで、国としても原子力防災会の方で了承するという流れになってございます。で先ほど議事録の件と、あとそこで出された資料をですね、誰の目にも分かるようにぜひ、特に地域の人たちはどういったものが作られるかというのは非常に心配されてますので、それを誰の目にも分かるようにぜひ公開していただきたいというふうに思います。はい、時間が過ぎてしまいました。今最後の点はですね、ぜひお願いします。女川原発の緊急事態を、ね、確保調整中とかあって、これが了承されたのかって私驚いちゃいました。どういう議論があったのかっていうのは、とりわけ地元の人たちにとっては本当に死活問題なんじゃないかと思いますので、ぜひ公開をお願いします。そしてですね、この問題の根本に今会場から木村さんからご指摘があったんですが、やはりこの、原子力防災計画、避難計画に関して第三者がきちんと審査して、それをこう、審査するという法に基づくプロセスがない状況なんだと私たちは理解しています。なんか見えないところで地域防災協議会とかでなんか実質的には議論されて、それが首相をトップとする原子力防災会議にかけられて、わずか数分で決まってしまうと。でその時の資料しか我々には見られないっていうのは、これは誰がどう考えてもおかしいことだと思いますので、根本的にはそういう問題意識を持っております。とりあえずはですね、この地域防災、協議会での議事録をぜひ公開していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はすいません、だいぶ時間が過ぎてしまいまして、忙しい省庁の方々にこんなに残っていただきまして申し訳ありませんでした。また会場からもそのオンラインの方ももっとこう聞いてみたいことあったと思いますが、ちょっと申し訳ありませんでした。これにて原子力防災の原子力避難計画の、実効性を等の、政府との意見交換会は終了させていただきます。ありがとうございました。